こんばんざーい。こんばんは。こんにちは。突如ラジオ配信。ももちくん、ビコ、ネロです。こんばんざい、おはよう。やすと大阪三つライブあるのそういうことらしい。おいもうびっくりした。3本回せんのかな、あれ時間的にってちょっと思ってるんだけど、3本あるらしい。どうやらやったね、かんなぎさんだ。あこちゃんキャキャ声出てない、笹が水ぶぱんさちゃん、お、しんやくん、しし先生、あ、もう下地がない、買わないと出てこい。あ、ない、もうない。バルタ笑顔タイム、ニコラジオ配信だからできない。プリマさん、寝れなくなった。え、寝ていいよ。寝て。あやねちゃんこんばんざーい。下地まだあったかな。水パパお昼タイムか今。ミニターボさんこんばんざーい。タミタミンささん夜ぶり。やすと回るレベルやなね。しかもさ、あの、なんか心斎橋のファンジェットアイスと13っていうの、あれそのまま初めて行くエリアなんだけど、ガブっていうライブハウス結構離れてるっぽいね。かくちゃんこんばんざーい。エスト、おお、かんなぎさんの13ガブ246ライブハウスガブ。やったねん。また会えちゃうね、1月から。メンバーね、そう聞いてはいるんだけど出てないんだよね、まだ。もうちょっと待って、え、今日中には出てほしい。だって今日かんなぎさんのライブ一本チケ発だから、夜までに出てほしい。あやねちゃん、そういえば山口ワンマンで新章に決まった理由何かありますか？な、うーん、でも結構、あれじゃないかな、なんか割と大事な時新衣装とかだったりする。なんか、まあ、全部大事なんだけど、なんていうのかな、大きい物事あとポップ衣装とか、なんか今回多分あれ藤崎姉妹が、あの宇部のさ、ふるさと納税のやつ、あれで表彰された時に新衣装だったからっていうのも多分あるっぽい。ちょっと待ってね、今なんか開けてた。あ、ネロ仕事なんでバイバイ。お昼休憩だったのかな。さあちゃん、お知らせ、今日16時5分から
白金高菜セレネビーズさんでライブあります。イエーイ。来れる方いるかな。笹川推しさんお待ちしてます。待ってるよ。誰か来れる方ね。今日全曲出演しちゃうんでね。のーやこんにちは。車これ聞きながら、確かに聞きながら寝れるやん。そうじゃん。ゼット無音、無音か。あ、重曹ね。重曹、重曹地区エリア。だだ、ささ、ささだよ。ガクちゃん昨日早く寝ちゃったから刺さりもないし。ああ、結構遅めの時間だもんね。水パパさちゃんイケメンすぎて助けて。そりゃ助けらんねえな。もう今耐えらんないとこれから先もっと耐えらんなくなるよ。沼に落ちてしまえ。梅田のほぼ隣。うーん、そうなんだ。梅田のあたりは行ったことあるわ。重曹、まあさっちゃん丸、さっちゃん丸だよ。あとでね、あとで待ってるね。また会えるの。うん、もうお化粧中だ。ちょっとしか配信できないけど。タミタミのやつ、あ、意味わかった。ともちん、ここでお知らせ。何お知らせしようかな。いっぱいお知らせすることあるけど、あ、12月21日火曜日、バンザイジャパン久々の不定期定期公演、まあ主催ライブですね。ジャックオブ東京があります。今度はね、渋谷グリッドっていう新しい会場、先日プレオープンした会場でね、ライブなんですよ。主催なのでライブたっぷり楽しめます。で、今度が姫庭さんとウイバナさんとのスリーマンライブです。ちょっと各々の出演時間は非公開となっているのでね、全グループ楽しんでください。お待ちしてます。メンバー楽しみにしとこう。誰が行くかな。なんか今月からあれ、来月か、1月からあれなんですよ。なんか基本お客さんの予約数とかのランキングみたいなので上位5名みたいな出てて、ランキングみたいなのが出てて、その上位5名と、あと1月からチャレンジ枠っていうのができるらしい。ランキング関係なく、なんかこう2人遠征に行くメンバーが選ばれるのですよ。パパポップできてからカラフル減ったよね。まあ、そうだね、4種類あるもんね。結構なんかポップはレアになるって聞いたんだけど、でも最近割とそうでもなかった。でも新衣装もできた当初結構なんかレアな感じになるみたいな聞いたけど、割とそうでもなかった。この写真のポーズ、ジョジョ立ちかな。これはね、アフロダイナマイトです。アフロダイナマイトと4部のオープニングに似てると噂に。重曹は阪急の駅だから、あー、心斎橋の駅とはちょっと違うのか。そういうことか、そういうことなんだ。紅白衣装とカラフル衣装、ポップ衣装も今度ね見れるといいね。
なんかね、一部二部とかあったりするとワンマンライブ変わったりする時もあるけど、今回の山口ワンマンは1回のみだったので新衣装だけでした。ストーム、こんばんざーい。水曜日に刺さり魔の配信見て見て見て、インスタグラム。イントネーションが重曹、重曹、重ん？が違うってこと、正しいってこと。水パパ耐えられなくてダメだよ、消えちゃう。ポン、1,2のポカン。ひろゆき、ここで自己紹介。はい、バンザイジャパン、新潟県の伝道師をしています、笹川笹です。今謎に新潟県の伝道師って言ったのに、なんか神奈川県の伝道師ってリマさんの自己紹介が出てきて神奈川の伝道師って言いそうになった。新潟生まれ新潟育ち、雪が好き。まあ今起きてないよ多分今起きてたらこんなハキハキ喋ってない。数時間前に起きてた。なんかじゃあ梅田というと関西、1月8日土曜日は大阪ライブ、多分ね日帰りになるのかな。銃にアクセントつけて銃装、大阪重曹、重曹、みんなに教えとこ、メンバーに。重曹、シーソー、かわいい。あとでね、あとでね、約束ね、待ち合わせね。まこちゃんこんにちは。まこちゃん今年は関西行けてないから、あ、行ってないの。まこちゃんも年越し来て万歳の予想、じゃあ1月8日おいでよ。関西の予想あといつあるか分かんないからさ、1月8日行こう一緒に。日帰り見た、そうやから似てるのよ。似てる名前の話かな。まきちゃん今2人たまち、おお早いね、もう田町いる。今日来てくれるんだ、きょんこだ、やっほー、やっほー。がくちゃん、ウイパナだとささん仲良しのシグマちゃん、この前ね楽屋一緒でおーってなった。でもささがほぼすっぴんだったから、ちょっとその時ちょっと恥ずかしかったけど、ささで終わってささで始まる、これ打つの大変そう。良きですね。じゃあ BG みんなライブ後なのに綺麗にメイク残ってて、嘘、残ってた。みんなの化粧品知りたい。みんな何使ってんだろう。笹川割と汗かくから取れちゃうけどメイクキープミストとか、でも最近使ってないや。かっちゃんアフロダイナマイトまだ回収できてないから、うん、まだ1回しかねやってないからね心斎橋重曹は電車でね、そうそうそう、電車で30分らしいに、歩いたら1時間何十何分って出てきた。飲ませるのかな、それとも3本入ってるの把握してなかったのかな。それはないかな、それはないと信じたいけど、たまにありそう。きょんこ映画おめでとう、あーありがとう、そうそうそう、ちょろっとだけどね出演してるんだ。あゆゆみさざ、みんな見てね。2月25日から1週間だけだから、3月3日まで
ひな祭り、池袋シネマロサで、ライブ、ライブじゃない、嘘、ライブは嘘映画公開、何がライブだ全然ライブじゃない、ライブはしません。パパ会社からセレナまで、え、それ前もなんか言ってた気がする、20分でおいで、アフロダイナマイトってことは、それ聞くとみんなの頭がアフロになっちゃうという、あの曲か、そうだよ。え、でもさ、そう、当日お披露目の当日アフロ用意してきてる人もいて、すごいって思った。あの映画アイカレの推しだったこと、え、推しだった子、あ、でもそっか、アイドルカレッジって書いてあったかな、書いてあったような気がする。元アイカレさん、どの子だ。でもね、自分たちあれなんだよね、バンザイジャパンメンバー3人ほとんど他の人とはね、そんな絡んでないんだよね。石川お兄ちゃん、こんにちは。石川さん、あ、じゃあ1月8日、おお、1月9日生まれか、めでてえ。 JTB の人にアンケートで次の候補新潟ないんだけどって言っといて、え、アンケートってなんか次の候補地選べる式なの、そのイントネーション正解、重曹覚えた、シーソーのイントネーション、三つはしご日帰り、出会ってんのかな、時間どんな感じになるんだろう、カンナギさんとのツーマンはね、出演時間出てたけど、ひらパパだ、ひらパパーん、初見じゃないねん、まこちゃん行くよ、また後ほど、カフェオーレイ、こんばんざい、マイメロ、マイメロだもん、マキちゃんこんにちは、ライブ楽しみー、やった、豊洲ピットぶり2日ぶり、まあ全曲サーチャーいるの嬉しい、やった、あ、出た出た、まあまあ好きなこの手あれ今何分、今何分ほど、1回しかないってことは、もしかして俺が行くとワンちゃんやるかな、やるかな、やるかな。でもね、実はアフロダイナマイトあれなんですよ、もうあらかじめ9人バージョンだけじゃなくて、この前披露したのは9人バージョンなんですけど、なんとも7人バージョンも作っていただいてあるんですよ。だからね、基本7人フォーメーションのリリースイベントとか、あと遠征先とかでもできるかなっていうお楽しみに。そう、7人じゃないと立てないところとかあるからね。マキさん、え、チェキ取ってくれんの、ありがとう、後で待っている。水パパ、映画2回目はね、2回目かな、あーあー、まあでもほとんどちょいちょろっとの役だからあれだけど、一応、あー、どこまでカウントするかちょっと難しいな、本当にちょろっとでも含めていいなら4回目とかでもね、今回はがっつり話してるんでね、今回は分かると思いますよ、その時寝てなきゃ
でも完成したの撮ったやつうちらもどんな感じなのか見てないからね。見たい。1年前やし撮ったの。さささささ自己紹介。新潟県の伝道師笹川笹です。最近好きな食べ物はなんだろう、豆もやし。豆もやしはずっと言ってるな。やくちゃん25日のアフロダイナマイト25日にクリスマスライブ映画遠征すごい。まあでもねライブはきっとあると思うから、ライブはほぼほぼ毎日あるし、どっかライブと重なった日に2月25日から3月3日までの間でね、いい感じに回せるといいな。あ、待って、もう45分だった。やべやべやべ。あ、やべ、もう48分だった。うん、じゃあちょっと終わります。全然時間確認してなかった。危ない危ない。教えてくれるの、教えてくれてありがとう。よし、じゃあ配信ここまでで、ありがとうございました。ちょっと名前呼べてない人だけ呼ぶ。やすのり、誰、ジュンディ、ティーシー、ジュルヌ、ありがとう。みんなコメントありがとう。夜も配信できたらするね、帰ってきてから。ありがとうございました。バイバイ。ライブ行ってきます。